とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。一番ダメージを与えれる武器は何なんでしょうかということですね。ありがとうございます。現環境だったらば、毒武器が間違いなく強いですね。で、毒武器の中でも、覆われた怒り、これが間違いないです。で、エンチャントですけども、これが、俺がね、ボス専用で使ってるやつですね。回復には一切振らずに、全部攻撃力に振ってるやつです。黄金がアーティファクトシナジー。エンチャントにダイナモ、痛みサイクル、虚無となってます。まあ、とりあえず、すべて入れましたので、一度攻撃を入れてみましょう。シナジーとダイナモ20と痛みサイクルですね。これぐらいダメージを入れることができます。まあ数値がちょっとわけわかんないぐらいになってるんですけども、まああれぐらいダメージを入れることができます。まあ防具でダメージを上げてるっていうこともあります。ミステリーアーマーの近接のダメージが 30% プラス武器ダメージを 20% 1.5 倍になるんですよね。これをつけてます。で、アーティファクトとかポーションなんかを使うと、もっとダメージを上げることができます。ちょっとやってみましょうか。まず、痛みサイクルですね。痛みサイクルは5回目に最大ダメージが出ますので、5回目っていうのにちょっと制限がありますけども、ものすごく強いエンチャントですね。はい。で、ダイナモも20まで貯めました。これで OK ですね。ダイナモと、痛みサイクル、アーティファクトシナジー、全部がつきました。で、これプラス、攻撃する前に弓で虚無を与えておきます。で、虚無を与えた後に力のポーションと影のブリューを取って、ドラを使って攻撃ですね。これが最大ダメージが出るやつだと思います。では、どれぐらいいくのか見てみましょう。いきます。弓取ってドラ使って攻撃、ちょっと待って、数値が分かんない数値がちょっと分かんないですけども、まあまあこれが最大ダメージ、いや違うな、もうちょっと上げることはできます。うん、一応ね、この黄金のアーティファクトシナジーをクリティカルにすると、さらに倍ぐらいになるかな。でも、確率なので、俺はこっちの方を入れてますね。うん。まあ、このダメージ与えなくても、最初の、痛みサイクルとダイナモのダメージだけ、あれだけで倒せないボスはいないです。うん。もう、明らかにオーバーダメージなので、うん。まあ、とりあえずこれぐらいは与えることができますので、うん、まあ、武器を選ぶときには一度ね、ボス専用装備っていうのも作ってみると面白いかもしれません。うん、わけわからないダメージが出るようになります。今一体いくら出たんだ？ちょっと一瞬すぎてわかんなかったけども。まあ、あれが、俺が出せる最大ダメージです。はい、コメントありがとうございました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。